ちゃよ。うん、大丈夫ですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、この駅やっていこうと思います。ということで、これですね、マジアチャ。マジアチャがね、完全にもう俺らのマジアチャが帰ってきたんですよ。まあ、ね、全盛期とまではいかなくても、まあ、一回ね、修正でめちゃくちゃ弱くなったじゃないですか。そう。でも使ってる人がもうほんとゼロだったんですけど、今回の修正でやっとね、まあ、使えるレベルにやっていくか、普通にね、枯渇系にはやっぱりちょっと強いカードなんで、射程もあって、まあ、背後撃でね、強いカードなんで、まあ、普通に帰ってきたって感じですね、使ってみた感じは。だし、またね、端前結構警戒しないで、なんだろう、マジアチャがいなすぎて環境に。前まではマジアチャが相手にいるから、この位置にユニットを出さなきゃいけないとかそういうのがあったんですけど、まだね、そういうのを警戒してる人も少なくて、端前からね、もうバンバン抜いていけるんで、まあ今のうちにちょっとね、強いカードを使ってみましょうって感じですね。ということで、まあこんな感じのデッキですね。このデッキは、前かなのシーズンでめちゃくちゃ流行ってて、で、マジアチャ全盛期の時に流行ってたんですけど、強いですね、普通に。で、このところが、前はゴースト、またバルキリーだったんですよ。まあ、大体ゴーストかな。ゴーストが、でもその時はまだゴーストが全盛期で、で、今はちょっと加工されて、今、ゴーストが入ってるデッキ、とんとペッカ工場の、テンプレーしかないですね。なんで、ゴースト入れてみたけど、うーんって感じだったから、バルキリーも入れてみたけど、うーんって感じだったんで、まあ、とりあえずね、プリンスとかもね、多少増えるであろうから、まあザッピーとかをねちょっと入れてみようかなと思って、まあザッピーでやってるんですけど、割とねええ感じなんで、とりあえずやっていこうと思います。まあグラチャレですね。まあ2敗してるけど、まあ俺なら負けねえわなという感じで、とりあえずやっていこうと思います。まあですね、マジアチャ帰ってきて嬉しいですね。デッキの幅も、もともと俺がマジアチャしか使ってなかったんで、マジアチャが下方入って、マジアチャ入りのデッキがほんとバーンって全部死んだんですよ。だからデッキの幅もちょっと狭くなって、まあ、なんだろう、神器系のデッキっていうんですかね、まあ、ちょっとペッカとかメガナイトを入れた、ちょっと重量も混じりつつの、まあ、工場デッキみたいなのを、俺は今、主流にやってたんですけど、まあね、そういうのじゃなくても、ちょっとね、工場だけとか、まあ、マジアチャだけっていうか、まあ、結構軽めにね、使える、なんだろう、神器系の、こういうデッキも、またね、増えたんで、まあ、これはちょっと枯渇要素があって、墓石と、まあ、まあ、スケだけだったらするっすね。よいしょ。あー、クロスですね。だるい。クロスはちょっとつらいですね。まあ、とりあえず、ファイボ切ったんで、ケツアウトローで、もし、これでクロスが来ても、いけますね。よいしょ。はい。思ってくるのかな。まあ、いけますね。これは防衛できます。うん、まあまあまあ、こんなもんでしょう。よいしょ。来ねえか。スキアが来ると思ったんですけどね。よいしょ。マイスピかな。うん、いい防衛。いい防衛ですね。なかなかやりますね。とりあえず5を打たれそうなんで、この位置ですね。この位置だと、ここにこっちにね、クロス立てられてもいけるんで、とりあえず5を打たせたくないけど、クロスの防衛で、墓石を出したいときはこの位置ですね。んでもって、多分序盤は、こっちも相手も、まあ、様子の伺い合いだと思うんですよ、正直。うん。ここ5打ってきたら、いけますね、こっち。はいはいはい。まあ、これ、ケツマジしていいかな。うん。とりあえず、ロリババさえ握っとけば、クロスは、頑張って、なんだろう。致命傷ほどのダメージはね、食らわないと思うので、ロリババさえ握っておけばね。よいしょ。OK。とりあえず、また墓石。これですね。で、相手が甘い手切った時に、攻め切るっていう感じですかね。まあ、本当に、なんだろう。端前テスラクロスされても、相手は丸太とかつけて防衛できちゃうんですよ。逆サイにね、端前テスラクロスしてきてから逆サイにロイホグとか飛ばしても、相手は丸太とかで結構防衛できちゃうんで、本当に様子を伺いつつって感じですね。難しい。
とりあえず墓石ですね。墓石で受けていって、あ、これでいいかな。これファイボでいいですね。OK、でよくて丸太使ってきた気がしたんで、次ここに、あー、これファイボクラ赤、いや引き分けかな、どうだろう。あの相手もこっちも攻め急いだら負けるんで、攻め急げないんですよね。とりあえずこれでこのボーイクロスは多分相手悪手だと思うんで、まあこうですね、もう一回ケツから組み立てていって、次のクロスには、まあ、呪文をね打っていきたいところですね。よいしょ、あーそこまで本気で来る。よいしょ、ファイボ切ったんで、つってもなんだよな。ちょ、ミスった、こっちに歩かしたかったのに。まあ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 、これクロスきますね。はい、これ多分クロステスラが来ると思うんで、あーやばい、ファイボ危ねえ。マルタ使ってやな相手今。次ちょっと防衛のパターンを変えてみようかなと思います。よいしょ、多分防衛できる。オッケー、勝ったかな、これ勝っとくね。オッケー、まあ防衛のパターンを変えたら相手が結構テンパに散らかした感じですね。まあああっちのねアウトロー結構後ろで、毎回ザッピーとアウトロー後ろ目で受けてたんで、まあ、たまにこうやって始まりでやると、毎回始まりでやるとやっぱりその対応されちゃうんで、結構防衛のパターンを変えてっていうのはね割と大事ですね。どんどんいきましょう。やばい、咳がやばいんだよな、本当にやばいっすね。すいません、ちょっともう最近飲み物ないと無限にむせるんですよね、マジでやばい。なんだろうな、もう思い当たる節しかないけど、正直何もかも悪いっすね。てかやばいんですよマジで、太ったな完全に。もう俺のあれなんですよ、なんだっけ、最初の記者会見の、なんだろう、あったんですよ、最初のポノスのなんか記者会見だよな、あれは。そう、なんか俺とかてんちゃんとかまみかんさんとか普通は、4月に写ってるね、あの写真とかあったんですけど、見比べてももうこんなんすか、こんなん、もうほっぺとかもう痩せこけてるんですけど、俺とかてんちゃんも。普通はなんかあいつわけわかんないですよマジで、痩せたとか言ってるのに、お前何食って生きてるみたいな感じなんですけど、多分あいつ1日1食とかなんで昼しか食わないみたいなスタイルだと思う。だけど俺とみかんさんとてんちゃんは無事、もう多分3人ともえげつないほど太りましたねマジで。多分みんな10キロぐらい太ったっすね。こんな数字とか言ったらキレられそうだけど、とりあえずザッピーケツから出して、ケツからザッピーがやっぱ安牌っすね。アウトローとか結構ココスだし、あんまり切りたくない感じあるんで、アウトローとかロイヨーが大事に持ちつつ、まあこれはいけるかな。こっちだけザッピーで止まるんで、とりあえず、はい、ハンター。フリーズ。あ、あれだ、フリポジンギだ。フリポジンギで、これは、ちょっと延命していきたいですね。よいしょ。まあ3が5あるんで、とりあえずこっちで何かしらで受けてくるだろうから、それを全部マジャーしておきます。よいしょ、オギーオギー。で、まあ墓石があるんで、大体ポイズンとフリーズなんで、絶対墓石をね工場出して先に墓石を壊すってことはできないんですよね。なんで、よいしょ、もう一回オッケー、あれは止まる、いいですね。よいしょ、オッケーオッケー、あーポイズン来た。でタルババも切ったんで、これはこうかな。
3が5じゃこっちに3が5が来るんで、よいしょ、はい、ワンチャンこっちフリーズ、あー回ってるかも、なるほど、あーそれはうまい、ワンチャンフリーズ来るな、危ね、ババで全部受けた、危ね、この位置に出すとあの竹取ったユーノンとかゴーストとかランバーをまた弾き返せるんですよね。ちょっともう一回ケツアウトローな、これは。で、まだ墓石を見せていないと思うんで、ここで見せていきます。よいしょ。はい、いいですね。とりあえずこれで、もう一回後ろからかな。相手に守るカードがちょっと多いんで、あ、こっちにロイフグ出して、これマジャチェン抜くか。よいしょ。アルババを使っている。よいしょ。はい。いいですね。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。これワンチャンフリーズ来るな、普通に。よいしょ。いやー、結構食らった。ですよねー。待て待て待てよ。これマジャチェン抜いていき、はい。はいはいはい。もう一回工場で受けていきます。工場受けていきの、はい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 。この位置。よいしょ、抜き放題抜き放題。いいですね。めちゃくちゃいい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 。オッケーオッケーオッケー。もう一回ザッピー。後ろからセパして、ファイボ2発圏内なんで、こっちかな。うん、ユーノとか足してきた日にはもうぶっ転がし放題ですね。とりあえずこれはセパでいきたいですね。よいしょ。でファイボ、ファイボあと2発圏内なんで積極的に打っていきたいところではありますね。なんでここですね、この防衛もうマジャチェとか出してると火力負けするんで、まあ、こっち出してあげて、オッケー、勝った。フリーズ来るけど、よし、オッケー、いいですね。危ねえ、危ねえ。まあ、ただ、なんだろう、今流行ってる、バルーンフリーズとか、工場フリーズとかには、やっぱり、なんだろう、フリーズの時間稼ぎができる建物が欲しいんですよね。で工場とかは、もう建物に当てちゃえばガインって割れちゃうんで、まあ、デッキに建物入ってたら、積極的に割っていかないと、あの勢いのまんま、ユニットで止めようとすると、フリーズが来ちゃうんですよね。でまだ2倍入ってなかったらそんなフリーズポンポン打てないんですけど、入ってたらもう打ち放題なんで正直。で攻撃で打ってポイズン打って全部出してきてユニット潰して、相手が攻めても2周目のフリーズでパキーンとかできるんで、とりあえずですね、まあフリーズですね、まあとりあえずこの位置にタルババぶっ転がして、ヘイヘイヘイと、まあ穴掘りなんで、まあまあ出てかな、なんだろうな、もう穴掘りタルババ、普通の穴ポイ、公開手穴ポイかな、公開手穴ポイも結構流行ってるんですよね今。とりあえず墓石様子見ですね。様子見大事。はいはいはい。これは5打っちゃっていいかな。なんだろうな、ポイズンでしょ？ポイズン、穴掘りポイズン、タルババ。うん、多分、でも墓石ってことは、ワンチャンラバーんだよね。アウトローかな、やっぱり。アウトローかな、やっぱり。どうすっかな。守ってるカードが多いんじゃない結構。でですね、ここは、あー、なるほど。ロイフグぶっ転がしていきます。なるほど。よいしょ。こっち全部寄りますね。あー、美味しい。今のうちに。とりあえず、ザップないことを祈って。祈るの大事。うっ、うっ、危ねえ。とりあえず、これで、プリンスアナホリーポイズン、タルババ、墓石があるって分かったんで、また墓石にファイボー達成に来ると思うんですよね。これタルババ使ったんで、普通に端前アウトローでいい気がしますね。で、ザッピーで全部受けて、よいしょ。ザッピーで全部受けていって、次のね、相手の、いや、墓石でいいか、普通に。プリンスには墓石使うところないんで、墓石でいいっすね。で、こっちを、こっち、戦場こっちに移したいんですよね、普通に。
よいしょ。よし、OK。これ、マジャチャ、ぶち転がしますね。で、持って、相手はポイズンだから、どうすっかな。まあ、これに打たせてかな。まあ、ベビドラ切ったんで、これコウモリで囲んじゃっていいですね。でもう一回、後ろからアウトロー。あれはコウモリ囲めば倒せるんで、後ろからアウトロー行って、ここから泳ぐ。でここは、まあ、墓石が来るか、守ってくるか。オッケーオッケーオッケー。相手が中途半端に守ってきたんで、これは一番おいしいパターンですね。で相手は、もう一回、もう次、端前ラバと、あ、これ、来るな、穴掘りが来るな。端前ラバと、穴掘りしかないという感じなので、とりあえず5打っといて、OK かな ?OK かな。あ、待って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 、オブド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 。まあ、全然危なくないですね。全然余裕かな、やっぱり。やっぱ俺かな。ってことで、こんな感じですね。割とザッピーにしていいかなと思ったんですよね。ラバーとか、まあ、プリンスがね、ちょっと増えるんで、多分。あのフリーズが弱体化してフリーズ環境じゃなくなるっていうのと、やっぱりなんだろう、今縦スケロイジャイとかには、オーブン縦スケの方が主流だったんですけど、その代わりにエレキを入れて、なんだろう、メガゴかな、メガゴ、あ、違うか、なんだろう、何の代わりだろう、まあそうですね、インドラか、インドラの代わりにエレキを入れて、でちょっと陸とかを強めにして、その代わりに縦線抜いてランバー入れて、そのデッキが今一番流行ってるんですよね。そのロイジャイには今は、縦線よりもランバーとかエレビズが入ってるので、まあね、そこに勝てる、まあ、プリンスが結構、ね、入ってきてるんですよね、プリンスが。なんで、なんだろう、割とやっぱザッピーとかが結構いいのかなって思いますね。まあお好みですね、本当に。この枠はテンプレはゴーストなんですよ。でもゴーストは今ちょっと弱くて、まあ、バルキリーが強化されたんで、まあ、バルキリーでもいいですね。でも俺はザッピーが個人的に好きなんで、ザッピーですね。で、あとこのコウモリの枠は、コウモリよりメガゴがいいって人はメガゴのデッキもありますね。であとはこのあそこ、ファイボ。ファイボの枠も、割とポイズンがファイボで自由枠ですね。まあ自分のお好みで結構デッキ用とか、あとはマルチでもし使うならね、レベルとかもね、割と大事にしていきたいところではあるんですね。うん。なんで、割とそんな感じですかね。まあでも本当にマジャージャとかは新しいウルトラレアだし、そもそもウルトラレアって関数が難しいんですよ。なんでグラチャレとかでね、その練習して、まず枚数をね集めて、なんだマルチ行くみたいな人には結構ね、やっぱおすすめのデッキかなと思いますね。多分ウィンレート、そのなんかデッキごとの勝率みたいなのがあるんですけど、多分本当絶対トップ3に入ってくると思うんですよ、この方のデッキが。なんで今のうちに押さえておくのがおすすめです。ということで、まあ今日はこんな感じで終わります。バイバイ。